はい、皆さんこんにちは、藤本です。さあ、今日はですね、まあ、もう 前回続いてワンちゃんの心理シリーズ、はい、よく使うけど、それって…てん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 みたいな感じです。まあ、ざっくりの大きなタイトルで言うと、ワンちゃん的に言うとね、あー怖いよっていうのですね。まあ、要は不快感、不快感を使ったこのワンちゃんのしつけ方、心理っていうのを今日ちょっと勉強していこうかなと思います。結構ね、安易に使っちゃってる場合が多いんですよ。はい、っていうところで皆さんのね、しつけ方をね、ぜひね、チェックしていただくためにもね、今回学ん一緒にね、勉強していただこうかなと思います。では本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram しています。ブログの方は僕の思いを発信しています。 Instagram に関してはここ行こうっていう僕のお店のやつをアップしています。下の概要欄からチェックできます。よかったらチェックしてみてください。はい、というところですね、よく使っちゃうってことなんですけどね、どんなことかっていうと、結構ね、安易に使っちゃうんですけどね、意外と危ないんです、その心理が。はい。で、まず、あ、何かというと、まあ、例えば何かワンちゃん行動しました。その後、直後に〇〇が現れるんです。すると、その行動っていうのがだん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 しなくなってくるよっていう心理なんですよね。はい。これ大きく、まあ、いろんなワンちゃんの心理があるんですけども、4つで今回させてもらって、今回3つ目になってます。はい。まあ、これ具体的な例で言うと、例えばそうですね、ワンちゃんが吠えるっていう行動をしましょう。吠えるという行動。その直後に叱るが現れるとします。飼い主さんが叱る。ダメでしょ、吠えちゃダメでしょ、こらーって、バンバーンとかってね。で、すると、その行動がなくなってくる。吠えるっていうのがだん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 減ってくるっていうことです。はい。他にも、例えば飼い主さんが、飼い主さんの服とか手を噛んでくる。特に、ガッ口を持っていこう、このやつ、このやつ、マズルコントロールみたいな、ね、これもうダメでしょみたいな、っていうのが現れるんですよ。すると、その噛んでくるのが減ってくるっていう心理なんですよね。はい。あとは、例えば、うん、何でもいいです。こういったパソコンのコーナーでガチ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 って噛むと、うわ、すごいな。じゃ、このビターアップってありますね。苦味、シュ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 。で、それを噛むという行動をしようとした直後に、この苦味が現れるから、噛まなくなるっていう心理なんですよね。要は何かをワンちゃんがすると、何かワンちゃんに対してまだしなくなるのは不快感が強いです。不快感が強い。なので、まあ不快感だけじゃないけども、一般的に不快感が使いやすいんですよね。なので、その直後の行動しなくなるっていうことなんです。はい。まあね、あくまでもね、これもそういう心理なので、それでね、しつけ方に法律が決まってるわけではないから、まあ使う使わないは別なんですけども、使い方には要注意なんです。はい。では注意しながら使ってほしいっていうのが大事ですね。あ、なるほど、はい、まあ、なるほど、ちょっと私使ってましたとかね、あ、じゃあどういうふうにね、ちょっと使い方って考えようかなってきっかけになりましたっていう方はね、コメント、いいねいただけると励みになりますという方はお願いします。じゃあ、先言いました、使い方に要注意ってことなんですけども、まあ、よくあるのがね、このビターアップルですよね、ビターアップル。ね、これもね、僕もね、もうどうしても頑張れば使ったりしますけども、使い方は要注意です。そのね、ポイントをちょっと一つ今日お話させてもらおうかなと思います。では今日の宿題はこれです。はい、ですね、今日はね、ワンちゃんに対する不快感、不快感を使った、まあ不快感だけじゃないけれども、よくあるのは不快感、不快感を使いやすいそのしつけ方の心理をお話しさせていただきました。はい。じゃあ、よく使うところはビターアップルです。ビターアップルね、はい、これなんですけど、たまにね、直接かけると思うんですよ。ワンちゃん向かってね、ブシュブシュみたいな、なかなか、まあ、それもね、まあ、ビターアップル顔かけちゃダメでね、これ粘膜ケアかけちゃダメって書いてるんで、あんまりよろしくないと思いますけども、じゃあ例えばね、まあ、ずっとこうね、椅子とかずっと置けなきゃいけないもの、どうしてもかじるんです。もちろんね、その髪自体を他から発散させるのはもちろん大事なんですけども、どうしてもそこに行きがち。で、これどうにかしたい時にビターアップル使うんですけども、使うときに一つポイント、飼い主さんが見えていないところで使ってあげてください。ワンちゃんが見えていないところで使ってあげてください。ワンちゃんから飼い主さんが振ってるなんていうのを見えないところで振っておくということです。はい。やっぱりね、なんで僕もギリギリ使うかというと、誰がしたからわからない、誰がしたっていうのがわからないからなんです。やっぱ誰がするっていうのはわからない方がいいんですよね。なので、見えないところシュッシュッシュッって使うのであれば振っておく。ただこればっかり頼っているのであれば、やっぱワンちゃんのニーズ、欲求と見させていないので、ワンちゃんの欲求をしっかり満たしつつ、補助的に使うかな。で、やってほしいかなと思います。じゃないとやっぱりね、やっぱ人間都合のしつけ方になってきてしまいますので、あくまでもワンちゃんのね、
欲求を満たしつつ補助で使うっていうのを覚えておいてほしいかと思います。まあ、こういった感じでね、しつけ方の悩みってもしつけるものいっぱいあるじゃないですか、世の中にね。どれ何がいいのかって悩むと思います。うちで言うと、しつけ教室もあるんですけども、その前の入浴説明会っていうのがあります。下の概要欄の方にですね、その入浴説明会のねリンク貼っておりますので、1歳の未満のしつけ悩む方はぜひね、よかったらチェックしてみてください。っていう形でね、今回心理その3をお話しさせていただきました。いよいよ次はその4です。ぜひね、楽しみに見てほしいかと思います。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。